皆さんこんにちは、山本茂です、今回の動画では松村隆さんをお招きして最初のお話を聞かせていただきたいと思います。松村さん、今日はよろしくお願いします。はい、どうぞよろしく。江差市長の今と昔でその一番雰囲気が変わったっていうのはどの辺でしょうかね。まあ、雰囲気変わったのはやっぱりこう下、この下町、はい、港の周辺、はい、それから上町の、はい、いわゆるその南の丘団地の住宅周辺、はいはい、陣屋町からね、申し入れから、はいということです。それはなぜ、うん、何かというと新しくできていった場所です、うん、だから、うん、やっぱ区画整理とかその道路の拡張とかっていろいろありましたよね。やっぱそういうのでやっぱりこうどんどんどん変わっていったっていうことにもなるんでしょうかね。伊佐市の町っていうのはこういう地形でしょ、はい、上町と下町、はい、そしてすぐ海岸に土地がなくて、そしてすぐもう高台に登る急斜面っていうか、うん、はい、山があってね、行くっていうのはそういう地形だからあんまり変わりようがない、うん、まあ変わらなかったっていうのはね、私の考えではやっぱりその江戸時代にはある程度こう繁栄した町だったけれども、うん、それ以後明治大正昭和って新しいその発展していた部分があるかっていうのはないんですよね。うん、要するにその経済そのものが、うん、なかなかその江戸時代のみたいなその西馬景気みたいなそういう発展していってない、はい、全く、はい、だからその現状がそのまま、うん、まあ、ただその変わってきたっていうのは戦後ですよね、うん、ほら古いもともとの町並みっていうのは、うん、下町に海鮮丼屋が要するに商家、はい、商店店屋が張り付いて、で町が伸びていった段階で上町に上がっていったということですよね。そして上町に商店街を開けていった、それからその役所とかお寺とか神社っていうのはね、その中腹、はい、中腹に張り付いてるわけですよね。うん、中腹のその崖の中東にお寺なんかがずっとこう張り付いてるでしょ、うんうん、まあ、そういう付けながら変わりようがなかったっていうことでしょうね。江差市の国道っていうのは新しく埋め立てでできた道路ですよ ね、 そうですね、昭和40年代かな、はい、50年代かな、うんうんうん、でそのできる前っていうのは、うん、どんな状態だったのかちょっと教えてもらえますか。できる前っていうのは、うん、前の古い道路、今のイニシエ街道、イニシエ街道ですよね。あれがメインストリート、唯一のその国道だったわけですよ、はい、ね、であとは上町上がってくるのが馬坂とか、はい、それから栗石とか、はい、あれは昔からできたところだから、うん、もともとねあれなんですよね、中間にできたお寺とか、はい、ね、まあ奉行所もそうだけど主にお寺とか神社でね、うん、それに登っていくね、そのなんていうのか参道、はい、参道だったんですよね。参道を、うん、それは参道っていうのはこういうその急斜面だから、うん、道路じゃなくて階段みたいな、お、ね、要するに階段みたいなそのものだけですよ。で馬坂っていうのはね、あそこは小学園の参道だったんね、まっすぐ今の小学校のところに、はい、湧き上がっていく道路ですね、うん、はい、それから栗石はね、うん、あそこに阿弥陀寺があったんですよ、上に今の公民館あたりの、うん、あの辺ですか、あの辺にね阿弥陀寺があったわけです、うん、それに栗石の坂っちのがあって、うん、でそういうような状態で、それから法華寺に登っていくのが今のどこだ、今の前の拓木の間の、はい、神社のところから上がっていくの、はいはい、あれが法華寺の参道だったりだね、うん、それで上町にこう栗石から上がっていって上町の、うん、今の 上の町あたりにね、うん、あの辺に橋本町あたりに商店街を開けていくわけだ、はい、でそうすると要するに小学園の参道と、それから法華寺の参道と、はい、それ栗石と、はい、ね、あの辺をね
こうつないでいくわけですよ、崖崩して。お要するにあのホッケズの坂、今の馬坂、はい、ホッケズの前っていうのはね、うん、あの道がなかったの。あそこをこう削って、あ、上松の商店街上がっていった道路にこう横道をこうつけてこうつなげた感じになるんです。あの小学院の坂から、うん、あのホッケズの坂を、うん、の崖を削って道路を作って、あの今のホッケズ町本町まで、はい、で初めてあの馬車の通る、うん、道ができたから馬坂。あ、今まで人が上がっていくだけの道路だったけど、そうそう、この荷物をこう運べるようなこう道路になった。馬車が通る、うん、馬が通る、うんうん、道路になったのが で馬坂なんだ。それで馬坂。松村さんとのお話はまだまだ続きますが、今回は一旦ここで、お別れとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。松村さん、ありがとうございました。どうも。